日本一って言わなきゃ日本一にはなれないと思ってます。僕は言霊を信じてます。だからこそ日本一初心者が来やすいジムを作る、そして日本一クラウドファンディングを成功させるっていうのを。はい、こんにちは、ナースケです。大会の翌日の朝となりました。有酸素もせず、まあ7時なんですけど何もやることがなく、ああ終わったんだなって思います。今日はね、大会の翌日のリアルな一日をお見せできたらなと思ってます。とりあえずね、大会仕様で作ってた鮭とタラを食べたいと思います。差し入れでね、欲しいもももらって、これも食べてですね、はあ、なんかちょっと寂しいですね、大会が終わったっていうのは。だけどちょっと今日はそんな感じで過ごしたいと思います。行きましょう。醤油もね、我慢しなくていいみたいです。これを毎回測って、あー 2g だとか 3g だってやってましたね。いただきます。今撮影に向かってます。それからですね、大会の次の日なんですけど、しっかり髪の毛をセットして撮影に向かいます。大会の次の日はコンディションがいいかなって思って会社の方にお願いして撮影を次の日にしてもらいました。だから今撮影している時点ではもうすでに大会の動画もできてて、昨日の時点でちょっと悔しい気持ちがすごい高まったんですけど、練習をしてました。不思議と今は昨日のことがずっと頭に離れないっていうことはなくて、割と前を向けてるかなって思ってます。まあでもいつもみたいに元気はちょっと出ないですね。やっぱり正直悔しいところが大きいです。はい、ということで今撮影から帰ってきて、これからねジムに行きます。大会の次の日ですが、まあ泊まることはないです。正直これ落ちてもこれから先たくさんいろんなことに挑戦できると思ってるので、止まる時間は僕にはないと思ってます。ということでジムに行きましょう。今日は楽しんでトレーニングができたらなと思ってます。今まで本当にしんどいトレーニングが続いてたんで、自分の筋肉も喜びながらトレーニングしてくれたらなって思ってます。ということでジムに向かいましょう。行きます。今ジムが終わってちょっとシャワー浴びてゆっくりしてました。今日は本当はマックを食べる予定だったんですけど、なんかマックを食べる気にもならず、ただただゆっくりした時間を過ごしてます。久しぶりに予定も何も入れてなくて、久しぶりに一人の時間を過ごしてるなって思ってます。大会前の動画ではずっと日本一を取る、日本一を取るって言ってて、僕もなんか最初はバカなこと言ってんなって思ってました。だって日本って本当に広いから。だけど日本一って言わなきゃダメだなって自分の中で思って、ずっとずっとプレッシャーをかけて言葉を発していったうちに、自分のプレッシャーはすごく大きくなったけど、たくさん応援してくれる人が増えて、めちゃくちゃ励みになって、当然日本一バカなんじゃないとか、日本一なんかなれるわけないだろうとか、本気で言ってんのとか、もちろんそういう言葉はたくさんいただきました。だって果てしない夢だし。だけどそこで保険をかけても人生何もつまんないなって思ってて、僕は日本一って言い続けたことに悔いはないです。
これから後日ベストボディの方にフィードバックをもらいに行って、何がダメだったか聞いてこようかなとは思ってます。ここで自分の何が悪かったとかぶっちゃけ今はなくて、本当にやりきったなって思ってます。ちょっと人が来てしまったので、これから新しいジムの方に向かってちょっとジムの進捗を見ていきたいと思います。ちょっとワクワクしてます。ということでジムに向かっていきます。今新しいですねジムの方に来ております。内装が結構進んでいて、ここがフロント部分で、ここにねロゴのデザインだったりとか、こちらの壁にはクラウドファンディングで募集してる壁に名前をっていうリターンで皆さんの名前をバーッとね入れたいなって考えてます。で結構ねジムの中はすごく広くて、ジムのエリアはフロント部分と違ってちょっとラグジュアリー感が出てます。こんな感じでね結構広いパーソナルスペースが取れてて、鏡もねバーンとでかいのがあったりとか、こっちにも鏡があってすごい広いですね空間になっております。これがもう一つ向こう側にもジムがあるっていう感じです。今回大会が終わって、まあ自分の方向性とかいろいろ考えた結果、どういうことをやっていこうかなっていうのをずっとずっと悩んでました。でもやっぱり初心に帰った時に、これから日本一初心者が来やすいジムを作るっていうのがやっぱり僕の今年の目標なんだなと思い、ここからはこちらに完全に注力したいなって思ってます。クラウドファンディングも残り3日ほどかな、もう残り日数少ないですが、これも必ず成功させる。限定 T シャツだったりとかも最高の形でリターンをお渡しできるような、全てのリターンに全力で皆さんが喜んでもらえるようなリターンを提供できたらなって思ってます。日本一って言って大会で笑われることもありました。だけど日本一っていうのは目指さないと絶対に掴むことができないから、僕は日本一って言い続けます。どんなにバカにされて、どんなに日本一が遠いものだって言われても、日本一って言わなきゃ日本一にはなれないと思ってます。僕は言霊を信じてます。だからこそ日本一初心者が来やすいジムを作る、そして日本一クラウドファンディングを成功させるっていうのを残り3日間全力でやっていきます。ぜひですね、少しでも興味を持ってくれた方はクラウドファンディングのページもめちゃくちゃ時間をかけて作ったので見ていただけるとありがたいです。僕と一緒に最高のジムを作っていきましょう。これが僕の今後の活動についてでした。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。